三春鳥山コレクション2021 in the forest shine my 第1幕和と洋の融合、三春鳥山のオートクチュールの世界をお楽しみください。打ち掛けにハサミを入れることなく生まれた着物ドレス、母から娘へと受け継がれていく愛をまとうとき、女性は一層輝き、男性に力が注がれる。現代を生きる女性の中に過去からのメッセージが響き合い、心の奥底が目覚めていく。白むくはピュアな心、最高の喜びと輝きに包まれた大切な一日の記憶をまとうとき、人は素の心に触れる。生まれてきた日の幸せと新たな人生を歩き始めた日の記憶が光の道となり導く。いにしえの言葉が凛とした姿、立ち振る舞いとなり、今を生きる輪の中で意識が目覚めていく。いつの日かの私の姿が今の私の中に浮かび、手を結んで歩いていく。
第一幕、和と洋の融合でした。第2幕、シャルムシリーズ。着る人の身を守ってくれ、まとう人の魅力を引き出すシャルムシリーズです。パリの街角を歩くパリジェンヌのように、颯爽と歩きます。シャルムシリーズのシャルムはフランス語で魅惑、魅力、美しさ、強運な、成功したという意味です。古来から朝は神聖なるものとして扱われてきました。今日でも神社、社寺、仏閣で魔除け、厄除け、お祓いなどに種々用いられ、縁起物として使われています。朝に触れることの多い人ほど幸せであると言われています。シャンゼリゼのオープンカフェ、優雅に流れるセーヌ川、パリを見渡すモンマルトルの丘、そんな風景が目に浮かんでくるようです。着る人が幸せになる服、作り手が幸せになる服、見る人が幸せになる服、循環していく服。三春鳥山の世界をご覧いただいております。見上げれば空は一つにつながっている。そんな空の下だと思わず微笑みがこぼれ、目が合っただけで友達になれるような気がする。日本古来の麻にフランスのビーズやレースをあしらって
します。みんながつながっている空の下で、あなたの魅力を最大限に引き出すシャルムです。身を守ってくれる安心感に包まれて、パリジェンヌがパリの街角を歩くように軽やかな足取りで歩きます。リネンにフランスレースをあしらったワンピースです。キュートでエレガント、世界中のどこにいても私たちはつながっている。シャルムシリーズでした。第3幕オリジナル柄の登場です。三春鳥山初のオリジナル生地が誕生しました。デザイナー三春鳥山、画家平田優子、写真家国母陽子、翻訳家今泉品子、コーディネーター吉川真由美、以上の5名で作られたプロジェクトチーム翼。このチーム翼で新しい時代の翼のある生活を生み出していきます。アナログの世界と最先端の融合、ご覧ください。インザフォレスト、いつも遠くから眺めていた深い森、その向こう側に広がる世界は勇気を出して一歩を踏み出した人だけが出会える風景。さあ出かけよう。まだ見ぬ森の中へ。さあ探しに行こう。まだ会ったことのない明日の私。不安だけど水色のスカーフは幸せのお守り。まとえばまっすぐ歩いて行ける。霧深い森の中、銀色の風が歯と歯のささやきを運び、小枝の合間から注ぐ木漏れ日が満ちしるべ。懐かしい友達、恥ずかしがり屋な真っ黒の瞳たちが
そっと私を見守っていた。やってきたね。きっと来るって思ってた。ずっと待っていたんだよ。遠い昔、絵本の中で出会った友達。遠い昔、図鑑の中で見つけた友達。遠い昔、遠い国の伝説の中にいた友達。あの日、夢に描いた花の色、憧れのワンピースはストライプ、軽やかなパラソルはポルカドット。触れたところから花が開き、そこは夢の入り口。ひそやかな微笑みに、小さな歌声に、懐かしい物語に包まれて、今なら空も飛べそうな気持ち。水色のスカーフが深い森の霧が翼になって、見つけた。そこにいるのは会いたかった明日の私。シャイン。太陽が輝く水色の空から光の粒が降り注ぐ。こんな日はただそこに立って、空を見上げるだけで幸せ。この世界に来る前に、あなたの背中には翼があったのよ。そんな声が聞こえて、はっとして振り向くと、そこにはひまわり、レモネードとストロー、レモン味のドロップ、グレープフルーツ、海辺のパラソル、プレゼントを包んでいたリボン。輝くお日様の色には幸せの時間が流れている。それは守られていた記憶。それはきっと大丈夫の笑顔。大切に開けたら、そこには透き通ったおはじきとビー玉。空にかざすと世界は光に包まれる。夢を見ているみたいね。本当に素敵ね。あなたの夢が叶いますように。あなたの笑顔が守られていますように。記憶とともに今もあなたを包む。心が軽くなって少し早足で歩きたくなったら、きっと背中にはほら翼が。舞、赤いと明るいは同じ言葉から生まれたという。だから赤は明けていく空の希望の色。
舞うようにまとう喜びの色。だから赤はいつも心慰める愛の色。夜明けの空が東の目に染まる東の国では、晴れの日には赤い着物が舞う。暮れていく空が紅に染まる西の国では、赤い風車が愛を語る。サザンクロスに守られた南の国では、赤は神様を思う色。一番好きな色は何？赤、ルージュと世界の端と端で声が重なった。今笑ったのは誰？鏡の中で楽しそうに舞うあなたは誰？あなたの髪様の着物を飾った世界に一つの刺繍糸のよう。あなたの瞳澄んだ黒、女王様の細い首を飾った世界に一つの黒真珠みたい。私たち着ているものを取り替えてみない？私のドレスとあなたの着物、初めて袖を通すのに不思議で、なぜか懐かしい。そうね、とても暖かい。それはね、赤いと明るいはどちらも愛に包まれているから。そう言ってまた笑った。私とお友達になってくれる？あら、もう友達じゃない。翼があればいつでも会えるね。手を伸ばせばそこにあなたがいる。微笑みが舞い上がり、天空の空が開く。世界が明けていく。尽きることのない愛に包まれて。あなたの翼で未来へ。それでは本日のメンバーをご紹介させていただきます。モデル吉川真由美、今泉しなこ、笠原のり子、土屋恵子、小豆木安子、小豆木安子、白石千尋、演奏キーボード直野明美。
篠笛阿部和成。香り塚本陽子。髪結い着付け尾関由香。美少阿部千恵美。映像陣野正隆。MC 真鍋明子。そしてデザイナー鳥山美晴。思い浮かべながら本当に楽しみにしてました。で私2006年に関西から、地元に帰ってきたんですけども、いろんな流れがあって、その時はもう本当に今までやってた服のことやいろんなことをやめてひっそり暮らそうなかと思ってたんです。でもこっちに帰って何もかも手放した時に本当に素敵な出会い仲間がたくさんできて、今日もそうなんですけども本当に素敵な出会いがあって、で2009年にファッションショーをする流れになりました。でその時はいろんな流れがあったので自分の使命のように思って、で地元で何もできてなかったので、この地元で、関西にいた友達と地元でできたお友達一緒にファッションショーを表現しました。このメンバーの中にもたくさんいます。でいろいろ流れがあり、今回、ちょうど1年前アトリエでファッションショーをしました。で今回またやっぱりこうムクムクっとファッションショーをしようかなって思ったのは、この1年本当に大切な周りの方、そして地元の方とお友達になったり、三春鳥山のお洋服を本当に気に入って着てくださる様子を見せていただいて、あ、やっぱり女性が喜んでくれてこう輝いていく、循環していく姿っていうのがすごいこう自分の心を突き動かす原動力となりました。で今回また、1年前には想像もつかなかったこのインザフォレスト社員で、この舞っていう柄が、オリジナルの柄が生まれました。でそこにストーリーをつけて物語ができました。で、社員はこう勇気を出して一歩踏み出すっていうところの柄、インザフォレスト、グリーンのインザフォレストですね。で次黄色の、社員は、一歩踏み出して自分の本当の姿に気づく、自分のこの奥底の自分を気づく、それがインザフォレスト。でその気づいた人が夢を叶えていくっていう黄色の社員、新しい世界に飛び立つ社員です。でこの場合2つの色があるんですけども、日本の赤、
で、こちらは少しヨーロッパ色の赤。これも本当は原画を描いてくれてて、生地にする時の赤と違うんですよ。上がってきたら違う色が上がってきて、でその柄を見た時に、これは何ちゃんモデルさんで、これを最後まで迷ってました。自分がもう着るなんて思ってなかったので最後まで迷ってたんですけども、いろんなストーリーがこの12年間の1回目のファッションショーからのいろんな流れとかいろんなストーリーが、自然やで、それこそ石鎚山にこの間登ったんですけども、山でなんかいろんな波動からいろんなものがこう降り降りてきたりつながってきて、あ、これって2009年に出会ったみんなと一緒にファッションショーをした、翼を広げて自分の本来の道に飛び立とうっていうファッションショーでした。そこから、あ、この今回のファッションショーはつながっていて、あ、完結編なんだなって3日前に思って、で上がってきた3日前にこれ上がってきたんですけども、この赤が、あ、きっとこれは自分の赤なんだ、本人が、私が自分で完結編をその融合の部分も表現しなさいっていうことかなと思って、皆さんに綺麗にしていただいて出ました。これを本当に、ね、皆さんと一緒にここから翼を広げて飛び立ちたいと思います。そして常に、そこに、その場所に、その人に、この世の中に必要なものを生み出していきたいっていうのがテーマです。そしてここに集まってくださった皆さんはそういうメンバーです。そしてきっとご縁あってここに集まってくださった皆さんもそういう方で、ここから世界へ一緒に飛び立っていきましょう。ありがとうございました。拍手でお送りくださいませ。皆様、温かい拍手を本当にありがとうございます。以上をもちまして、三春鳥山コレクション2021 in the forest 社員舞を終了とさせていただきます。本日は本当にありがとうございました。